H ケースがエンジン特性に合わせたタービンを開発しました。それが GT2 タービンです。GT2 タービン第1弾となるこのタービンはランサーエボリューション4から9までを対応とした純正置き換えスポーツタービンキットとなります。このタービンはすべて H ケースオリジナル設計の逆回転ボールベアリングターボとなります。ではこの 4G63 用 GT2 タービンを各ポイントごとに解説していきます。まずはこのコンプレッサーホイールです。 4G63 エンジンの特性に合わせ背面径を 74mm、 入り口径を 52mm としています。サイズ的には純正比 10% のサイズアップを図っております。またこの羽のデザインですが 4G63 エンジンの特性に合わせ H ケースオリジナルデザインを採用しています。コンプレッサーハウジングもコンプレッサーホイールに合わせ最適化を図っています。スクロール断面を極力円に近づけ、ディフューザーの径も大きくすることで効率アップを図っています。続きましてエキゾーストホイールです。こちらも 4G63 エンジンの特性に合わせ背面径を 60mm、 出口径を 54mm とし、純正比約 10% のサイズアップを図っています。エキゾーストハウジングには低回転域のブーストの立ち上がりを重視し、純正と同じツインスクロールを採用しております。またバルブ径を 42π とすることで安定したブースト制御を可能としています。続きましてこちらのアクチュエーターです。このアクチュエーターもこのタービンに合わせて専用設計されております。その特徴といたしましては、まずこちらの中に入っているバネです。ハイレートのバネを採用し、ハイブーストでも対応できるような仕様としています。ロッドにはターンバックルを採用し、車上でもロッドの長さを調整することができます。さらにこのアクチュエーターの後ろを見ていただければ分かるんですが、防滴仕様といたしまして、まあ、エボでよくありがちな、こちらがよく錆びてしまって、バネが折れてしまうとかといったところにも強い仕様となっております。続きましてセンターハウジングです。こちらの部分になります。 GT2 タービンのセンターハウジングには H ケース GT タービン伝統のボールベアリングを採用しています。ボールベアリングはフローティングメタルに比べ回転抵抗の少ない仕様となっております。特徴といたしましては、ブーストの立ち上がりやアクセルの踏み返しでのレスポンス、この時に効果を発揮します。では実際にフローティングメタルタービンとこちらのボールベアリングタービンの回転の比較、こちらの映像をご覧ください。はい、では早速 H ケースの新しいタービン GT2 タービンを装着しました。こちらのエボ級のパワーチェックを行いたいと思います。この車のエンジンの仕様は H ケースのカム、それからピストン、コンロット、これらを組んで強化してあります。このエンジンパーツを組んでいる理由としましては、 GT2 タービンの性能をフルに発揮させるために組んでおります。こちらの GT2 タービンの目標としましては、マックスパワーで450馬力以上を狙っておりまして、当然そこまで馬力を出してしまいますとエンジンが持たないので強化してあります。もちろんポン付けタービンですので、ノーマルエンジンに装着しても十分に性能を発揮します。それでは一番おいしいところのブースト 1.5 キロのパワーチェックを行いたいと思います。
ブースト 1.5 のパワーチェックの結果は 435.5 馬力、トルクは 53.9 キロでした。続いて 1.2 キロのパワーチェックです。ブースト 1.2 キロでは 397.8 馬力、トルクが 43.2 キロを発生しました。続いて2キロでパワーチェックを行います。ブースト2キロでは馬力が 459.8 馬力、トルクが 57.9 キロを発生しました。同じエンジンにノーマルタービンを装着したパワーグラフと比べても全域で上回ることができています。一般的に純正よりも大きいタービンは出力が高くなった分、どうしても低回転が犠牲になります。しかしこの GT2 タービンは今までの一般常識を覆す低回転を犠牲にせずに全域でノーマルタービンを上回っております。これは長年 HKS が 4G63 エンジンを研究してきたノウハウから生まれた究極のタービンだからです。HKS から新しいタービンが出たそうなので、早速乗ってみました。乗ったフィーリングはですね、とにかく一番感じやすいのは低速域の突きの良さ。なんかタービン変わってるんで、普通のターボの美味しい領域から上がノーマルよりあるのは当たり前なんですが、もうちょっと下のタービン交換すると大体低速域が犠牲になって後からこう追い越していくっていう形になるんですけど、このタービンのフィーリングはコーナーに入って曲げてアクセル踏みますよね。そしてパワーがグッてくるポイントがすごく速い、もう来ちゃうのみたいな感じで立ち上がってきます。なのに、下だけではなくて上まで綺麗に回っていくので、とっても乗りやすいし気持ちいい。ターボ車特有のターボラグっていう部分がほとんどないです。タービン交換をしたらなんかこう下がなくなるんじゃないかなって思ってるあなた、そんなことありません。これはノーマルよりも下から来るし上まで最高です。ぜひ僕はおすすめです。4G63 エンジンをこれからももっと楽しんでいただきたい、その思いでこちらのタービンを開発しました。 GT2 タービン、ぜひお試しください。